皆さんこんにちは、秋総裁のゴーチです。ですね、まず、病院で亡くなられたとか、まあそういういろんな施設とかありますけど、亡くなられた場合に、どうしたらいいんじゃろうかというのが、そういう電話が、まず第一声が当然亡くなられたら電話入るんですね。これどこの葬儀屋さんでもそうです。電話で入って、で今亡くなりましたと、でお願いできますかいうような感じで言われるんです。じゃあどこへ連れて帰ってですかと聞くと、ほとんどの人がどうしたらいいんですかと、事前相談なんかで、事前に我々葬儀者とこうお会いされた方はですね、もうほとんどがその亡くなった場合、じゃあどこへ連れて帰ってです、うちのような会館ですか、それとも自宅に連れて帰ってですかとか、でお寺さんで葬儀をしたい場合にお寺さんなんかと話、お寺さんの方へ行ってんですかねとか、まあいろいろこういう話があるわけですね。で人間が亡くなれるのは、当然時間は分からんです。夜中の場合もあるし、昼間もあるし、早朝早い時間もある。でこういった場合に、ほとんどの施設はですね、体をきれいにされたらもう1時間後ぐらいですから、葬儀屋さん呼んどってくださいと言われる場合があるんですね。そうすると家の人も、どうしたらいいんじゃろう。ほとんどの方がやっぱり事前相談をされておられん方というのはやっぱり結構多い、そうは言っても多いです。そうすると、いやどうしたらいいんじゃろうかとなるんですね。で今はもうほとんど広島市内であれば、我々の会館とかそういったところへ帰る方のがもう圧倒的に多いというか、まあこれはまあ事実なんですが、中にはやっぱり自宅へ連れて帰りたいと。で要はどこへ連れて帰るのか、亡くなられた場合にどこへ葬儀業者の会館に行かれるのか、それとも自宅へ連れて帰るのか、はてさてまた別にですね、お寺さんなんかと懇意にされとってお寺さんなんかに、お願いをするのか、そこをですね、まあ決めとっていただければ、速やかに、まあどっちにしてもですね、いつまでも病院におるわけにいきませんから、そういうふうに、まず亡くなられた場合はどこに連れて行くのか、帰るのか、これを決めとっていただきたいと思っております。これが一番大事なことになります。すべてここからスタートします。以上でございます。